試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。今日はね、まあ三寒四温というね時期ではございますけれども、冬物をうまくね使いつつ、この春物にいかに見せていくか、それから最近ちょっと買った春物のものをうまく組み合わせて、いかに冬のものを春仕様にするかっていうところをご覧いただこうと思います。またそれに合わせて、これちょっと冬のものそのまま着ちゃったらまずいんじゃないっていうようなものも合わせて皆様にご説明させていただきますので、どうぞ最後までチャンネルをご覧ください。それでは出るよ。じゃん、いかがでしょうか。ユニクロさんとコトニエさんのコラボのブラッシュドジャージーワイドタックパンツでございます。結構ね、厚地のものをボトムスに取り入れました。そして中に着ているのが、今年のね新春のセールで購入したリブタートルネックのボーダーのセーターでございます。これ結構皆さん購入されてる方多いのかなと思ってね、ちょっといろいろお店見たりとかすると、店員さんがね、あ、別にユニクロさんじゃないですよ、ある店員さんがこれを着て違うものと合わせたりとかね。ボーダーっていろんな意味でおしゃれに着こなせたりとかするので、もうこっそり、ユニクロ着てますよっていうのが、あ、私分かってるんだ、バレちゃってるよみたいなことを思いながら、あの、バレちゃってるよって言ったら失礼ですけど、あ、それユニクロだよねって思いながら、普通にあの、あ、こんにちはみたいな感じで話をしたりとかしておりますが、ユニクロや GU やいろんなとこ見るじゃないですか。そうすると、あ、これって絶対そうだよねっていうのがバレてしまう私の悲しいさがでございました。はい、そしてこちらね、ダブルポケットニットカーディガンでございます。 GU さんのね、これがちょっと春に近い、まあ、今年の春物になるわけなんですけれども、こんな感じで合わせるとそんなに冬っぽくならないじゃないですか。もちろんねこれがねホワイトっていうところと、素材的にもニットではあるんだけれども、春っぽい明るさっていうのがあるからっていうふうに思うかもしれませんが、よく考えてみてください。なかなかなこの分厚い感じのパンツで、これがボトムスだから OK なんです。万が一これがアウターだったりに来るとちょっと冬っぽいなという印象になるんですけれども、ボトムスにこれぐらいの厚地のものが来て、上の方に軽いものだったりとか、ちょっと明るい感じのリズム感を感じるようなものを中に入れてるということで、軽い印象だったりとか、爽やか華やかな印象というところに春らしく変わっていくというものになります。はい、じゃん。はい、中とボトムスを変えずにジャケットを変えてみました。島村さんのニットカーディガンなんですけれども、柔らかいふわふわのね、これどうでしょう、ちょっと冬っぽい感じしませんか。やっぱりね、合わせ方によってすごく冬っぽく感じると思うんですね。特にこのロングのカーディガン、ふわふわ系プラスこのボトムスがかなり分厚いよというところの雰囲気が、なんかすごく冬っぽい印象になるんですね。逆に今度これをねうまく使って、冬っぽい素材なんだけど、なんかこれで合わせると冬っぽく感じないわっていうような着こなしっていうのを提案させていただこうと思います。というわけでいかがでしょうか。色味的にはね、このセーターとカーディガンの色味が近いじゃないですか。本来はこのボーダー黒とベージュで、ボトムスは紺なんですけれども、ボトムスからちょっと離れてるから、なんか同じ色、紺なのか黒なのかなっていうところの目くらましというものができてたりとかします。足元はイーゴルさんの、はい、厚底ローファーを履いておりますが、こんな感じでね、黒と紺をうまく混在させるっていうのも一つの手だと思います。はい、じゃん。はい、先ほどの島村さんもこのニットを着てるんですけれども、はい、中に着てるのが、はい、アトリエヌズさんと五十嵐のコラボの配色ボーダーニットトップでございます。はい、もちろんね、腕をこうやって出してるからっていうところもあるかもしれませんけれども、この合わせているユニクロ U のハイウエストストレートカラージーンズ、はい、と合わせてみました。このね、茶の色が春から夏に向けた感じの色っていうのも出してるし、まあ、袖を出してるっていうところもあるんですけれども、まあ、このね、セーター、はい、ニットトップも2、3回ですかね、再販を重ねましたけれども、おかげさまで、完売となりまして、本当にありがとうございました。完売なのに出てくんなよっていうふうに思われるかもしれませんが、まだね、黒と、グレーの方の
コンビのものっていうのはまだございます。一番多くね、皆さん気に入っていただけたので再販させていただいてるっていうところもあるので、ぜひまだございますのでどうぞ、はい、そしてね、間もなく春物も出てまいります。はい、またね、出た時には皆さんにお伝えしますので待っててくださいね。はい、というわけで話を元に戻します。で、もし腕を入れたとしてもちょっとこれぐらいこんな感じでね、ググッと、はい、二の腕を隠した状態で、はい、お召しいただいたとしてもそんなに冬っぽい感じがしないじゃないですか。それはなぜかというと、前を止めてないっていうのと、先ほどね巻いていた、この紐を後ろに止めていて、なるべくねこの面積っていうのを狭くしてるっていうのも冬っぽく感じさせないというコツなんでございます。はい、というわけでね、冬のものの素材をアウターに着ようという場合は、なるべく面積を小さくするっていうのが一つの作戦。それからもしノースリーブを中に着たりとか半袖を中に着たりするんであれば、ちょっとね羽織るぐらいのところで終えておくといいと思います。で、羽織りがなかなかねダメなんですよ、五十嵐さん。そんな羽織ってたらねずり落ちてきちゃってね、歩きはしないなと思うかもしれません。いい方法があります。それはね、上に羽織るでしょ、そしたら下にグッと下げるんです。要は体にグッと沿わせるような状態にしておくだけでも全然落ちないようになりますので、でこれにプラスもしバッグなんかをできるようであれば、バッグをおもしとして、動かないようにするっていう工夫もなさっていただけたら嬉しく思います。はい、じゃん、はい、ユニクロ C の卵色のタートルネックのセーターでございます。いかがでしょう。ボトムスはドレープデニム、はい、オフホワイトを購入したものを履いております。はい、なかなかこれ秋冬のものですけれども、なかなかちょっと春らしい感じしませんか。やっぱり色にね春らしさを感じるっていうところですよね。なんかこう卵の黄身と、白身みたいな感じのコーデなんですけれども、やっぱりね爽やかな感じになって、しかも春らしい、はい、このままちょっとテニスをやってもいいかなみたいなみたいな、はい、テニスが野球みたいに見えるんですけど、いかがでしょうか。例えば、グレー、それからネイビー、それから水色、それからオフホワイトとこのイエローっていうのがあったんですね。で、皆さんそれぞれいろいろ購入されてると思いますけど、もしネイビーを購入された方もこのようにボトムスに白を持ってくることによって春らしくなってくるし、それからもしねブルーを購入された方ももちろんそのまま春らしくなる。じゃあグレーを購入された方はどうなるかっていうと、グレーの場合淡いブルーと合わされるとちょっと春っぽい感じになると思います。もしグレーを購入されたら、例えばドレープデニムの薄い方のデニムを一緒に合わせられるだけで、ずっとこう春らしくなってきますので、お試しになってみてください。じゃん、はい、じゃんってすごく懐かしいものを引っ張り出してきました。ボトムスは JW アンダーソンの去年の春夏のものですね。はい、そしてこのトップスに至ってはユニクロ U なんですけども、2年 ?3 年前ぐらいの後ろ物ではございます。はい、中がちょっと起毛しているタイプなんですね。なぜこれを急に引っ張り出してきたかと言いますと、私先ほどねこのテイラードジャージージャケット、こちらだったりとかね、さっきのコトニエさんとユニクロさんのコラボの、ウールっぽい感じのね地圧のパンツ、ボトムスに持ってくるんだったらいいけど、アウターにあんまりをね冬っぽいもの持ってくると良くないよって話をしましたが、例えばどうしても寒くって、いや今日はちょっと暑いもの着ないといけないよっていうような時に、こういうねグレーの暖かいものを着て、で中にこういうスウェットっぽい明るいものを着て、そしてボトムスにね色が入ってるっていうのが季語なんです。グレーだったりとか紺だったりとか、どうしてもコートやジャケット割と濃い色が多いじゃないですか。そこに白とそれから 1. 春色っていうものを投入することによって、やはり春らしさ、特にね、足元っていうのはこう歩いたりとかして動くわけじゃないですか。そうすると人のね目の中に色が動いてるっていうような印象になってくるわけです。そうすると、あの人すごい明るい素敵な人ねっていうような印象も植え付けることができてしまいます。ですのでボトムスにねカラーを取り入れて、でプラスこういうね落ち着いたグレーなんかで抑えるっていうのが一つのテクニックだと思っていただけたら嬉しく思います。じゃん、は
はい、思いっきり冬に戻りましたけれども、はい、着ておりますのはユニクロ C の V ネックベストでございます。これね、もちろん春夏のものなんだけれども、このようにね、ちょっと冬バージョンにもお召しいただけるっていうね、重宝するものなんじゃないかなと思います。合わせているのはこちらのね、チクチクしない洗えるタートルネックセーターですよね。無印良品さんのものです。はい、そしてね、ボトムスがこれまたね、一番最初に履いておりましたコトニエさんとユニクロの割とこう分厚い感じのブラッシュドジャージータックワイドパンツでございます。こちらはね、濃紺で、こちらのニットは黒なんですけれども、素材が多少こちらの方が綿が入っている関係で少し白っぽくなっているので、紺とうまく合うというところなんです。はい、そしてね、合わせてる靴はイーボルさんとイガラシのコラボの配色の、はい、白と黒とグレーのトゥーウェイローファーでございます。このようにね、ちょっと薄手のセーターを合わせて、このほらラインが入ってるじゃないですか。はい、このようにバイカラーでコーディネートしてしまうっていうのが、まあなかなか可愛らしい雰囲気になるんじゃないかなと思います。で、もちろんもともとこれは春夏用のものなので、春夏にはどういう風に着るかっていうのをこれからご覧いただきたいと思います。じゃん、はい、夏バージョンです。このままベストはね、ユニクロ C のままで、中に着てるのはマメさんのシアーティー、ガナの入ってるやつですね。そして、ボトムスが GU の、テックカーゴロングスカートでございます。いかがでしょう。はい、もうこれはね、すぐにでも春夏としてお召しいただけるけれども、もしね、これを長く着ようと思ったら、先ほどのようにちょっとね、薄手のタートルだったりとか、もともとね C で提案していたブラウスを中に着てっていうのももちろん OK だし、いろんな着方ができると思いますので、なかなか重宝する V ネック、ベストだと思いますよ。このラインが特にね、スポーティーな印象になるかもしれませんけれども、スポーティーな印象にも、それから先ほど見たリボトムスのね、紺とか黒に合わせて、ちょっと正統派にっていうのも OK です。はい、はい、いかがでしたでしょうか。だいぶね、春夏秋冬という、垣根がね、いろんなブランドさんで取り外されるような状態になってきている今日この頃なんですけれども、メンズとレディースっていうものもありますよね。垣根が取っ払われたというのが、まあ、ユニクロユースなんかも より顕著に出てると思いますが、とにかく購入されたものをいかに長く、コスパよく、元を取るかっていうのが私、重要視しております。ぜひ皆様もね、春に買ったものをうまく冬にも、そして冬に買ったものもうまく春まで、そしてもしかしたら夏のちょっと近いところまで、長くお召しいただける、そういうね、ただ買って、その時期だけ着て、あとは畳んでしまっておくではなくて、常に常にめでて可愛がって楽しんで着ていただけたら嬉しく思います。はい、というわけでまた次のコーディネートでお会いしましょう。試着室はマジックボックス五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとすっごく嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバイ。